バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのようこです。今夜の1曲目、リクエストいただきました、ガールズフォーエバー。月曜日手入れしたネイルで、火曜日の朝高めのヒール履いて、水曜日濃いめのファンデーション、ビューラーをしてしっかりマスカラ、街灯のスポットライト、スタイルのいい加減、靴の音鳴らしたな、そこはステージ Girls Forever、 いつだって Girls Forever 磨くの、 Girls Forever も忘れずに、女の子はヒロインになれるの。木曜日赤いグロス塗って、金曜日にはドレスアップしよう、皆さんこんばんは。今夜も素敵なメッセージリクエストありがとうございます。ではね、メッセージをお読みしたいと思うんですけれども、その前に今夜もゲストっぽいゲスト、サウンドプロデュースでお世話になってるイッシーの登場です。イッシー、こんばんは。イッシーです、よろしくお願いします。こんばんは、イッシー。こんばんは。なんかよろしくお願いしますってハモりましたね。嘘、ハモりました、うん、はい、そんなことはない。ではメッセージを紹介したいと思いますようこさん、スタッフの皆さん、いつも楽しい時間をありがとうございます。いつもカズさんに助けられているカツミくんです。
10日のバニラスカイでは配信を見れなかった私に温かい言葉をありがとうございました。カズさんにもいろいろ教えてもらったのですが間に合わず残念なことになってしまいました。いつも金曜日の朝は前の日のバニラスカイを聞きながら仕事に行くのですが、カズさんや皆さんの温かい言葉にうるうるしながら、そしてリクエストの曲にも感動しながら車を走らせていましたよ。次は絶対見られることを願ってバニラスカイのオープニング曲ガールズフォーエバーをリクエストしたいと思います。もっと勉強しなくちゃですね、というね、カズさんっていつもね、あのメッセージリクエストくださってるあなたのカズさんですというね、そう、ヨーコファンの方で ね、 そうですね、そのカズさんのお友達のカツミくんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カツミくんご自身で一応おばさんですって書いていらっしゃるんですけれども、素敵な女性ということですね、うん、そうですよ、嬉しい。やっぱね、イッシーさんによくね言われたのはね、ヨーコとイッシーさん一緒に CD を作ったりオリジナル曲を作り始めて6年目を迎えているんですけれども、その6年前のイッシーさんが言ってたことは、女性ファンが多いアーティストはいいぞと、うんうん、でしたね、うん、そうですね、うん、だからそれは未だにそう思いますね。そうそう、だからね、こういう風にメッセージ女性からいただいた時はね、やっぱあ、よかったって思いますね、うんうん、ありがたいですよ本当。そしてね、応援してくださる男性は男前の人が多いですよ。中身ですね、うんうん、やっぱね、ちゃんとおい陽子頑張るよみたいなね、うん、そうだからやっぱそういう、なんていうのかな、あったかい人たちに応援してもらえる私は幸せ者ですね。皆さんいつもありがとうございます、うん、ありがとうございます。そしてね、先月ですね、先月初めてのチケット制の生配信ライブをしたんですよ、うん、でそちらの方で勝美くんは見ることができなかったと。あら、残念でしたね。そうだったんですよ ね。だけどさ、それを、まあ、先週私と石井さんがちょっとね、分かりにくかったね、ごめんなさいねって、うん、そうでしたね。そのメッセージが届いてたことに感謝ですね、うん、よかったよ、聞いてくださっててよかった、うん、ぜひね、今週、あ、ごめんなさい、来月、あ、ごめん石井さんちゃんと教えてあげてください皆さん。来月じゃありませんよ、来週の話ですよ。あ、来週、来週私たち大丈夫か、はい、6月の25日金曜日、はい、夜8時より生配信ライブがありますが、今回はですね、生配信ライブチケット制ではなく無料でご視聴いただけますので、ぜひヨーコのオフィシャル YouTubeようこ YOKO 鹿児島でも出てきますし、ホームページはね YOKO ようこ japan.com という風にね検索していただけますとすぐヒットしますので、ぜひそちらよりご視聴方法をご確認ください。お願いいたします。お願いします。まあ、それにしても私も石井さんもちょっとしっかりしないとね、日程明日だ。そうですよ、来月だ、明日と来月、来週どれが本当なのか分かんないかもしれませんが来週ですからね、うん、多分ね皆さん、このラジオをね遡ってお聞きいただけますし、アーカイブ放送も残りますんで、そちらでさ、うん、もう一回聞いてください、うん、石井さんの紹介の時に私は石井さんのことを雑に扱いすぎてます。そうです、陽子は今バチが当たったなと思って。そうです、ごめんなさい、うん、さっきよろしくねってハモったねって言って喜んでる石井さんをはいはいっていう感じでね、うん、扱ったこともね、うんうんうん、そうですね、全てが反省しております。出だし、もうこんな反省をしているっていう間に番組終わっちゃうんで、次の曲いきましょう。ではね、次の曲はですね、この梅雨時期にぜひ聴きながら運転してほしいと思ってます、はい、私もドライブするとき聴くの大好きです。あ、いいですね、うん、何でしょう石井さん。あれだ、あれだよ、何でしょう、ノリのいい、そうそう、あれ何でしょう、フリフリ、あ、そっちありません。あ、はい、ではね、新しいフルアルバム Kiss and Hug にはちょっとアップテンポ、うん、テンポがアップして収録されてます。お、そう、それもね歌い直してるので、ぜひファーストシングルに収録してたその曲と新しい、ね、CD に収録しているその曲聴き比べてほしい。ではお聴きください、うん、Can't Stop My Heart。I'm not afraid to die.
のメロディーまだ知らない、景色を今夢見ている。 Can't stop my heart like one なるほど抑えられない。 Can't stop the night 止められたなら君のそばを離れられない。 大きな空小さな君の声が鐘のように響いて さん、やっぱり分かってませんでしたね、はい、Can't stop my heart って。そうだと思ってました。嘘、うん、自分の曲は忘れませんそう、ね、ノリが良くてね。そうだってね、この曲の歌詞を考えないといけないってなって、うん、もう大変な思いを私が勝手にしてた時に、うん、石井さんがこんな素敵な曲を作ってくださったのでね、うん、あの夜中にドライブしながらよく歌詞を考えなきゃと思ってましたよ。素敵ですね、うん、そうそう、だからあ、この曲ドライブソングにぴったりだなと思って曲に聞き惚れてました。お、よかったですよ、うん、歌詞どころじゃなかった。お、夜のドライブ気をつけてくださいね。危ないですよ。危ないですけどね、眠くならないようにしてください、まあ、私の場合はね、あのその頃はまだ若かったので、うん、そうですか、若かったので、あの仕事と仕事の間とかにね、うん、やっぱね夜運転するのが楽しかったですね、うん、そうそう、ドライブ好きですもんね、運転ね。好きですね。僕も好きなんですよ。石さんもね、お好きですよね。大好きです。そうそう、沖縄に一緒にお仕事で伺った時には、うん、ドライブしましたっけ。してません。してないですよね、うん、珍しくね。その時はもう私たちもタイトだったので、沖縄に一番近い鹿児島が与論島という島なんですけれども、うん、与論島のお仕事もいただいてたので移動がハードだったんですね、うん、そう、その時は東京から沖縄、沖縄から与論、与論から鹿児島という感じですね、うん、だったので、あの私たちももう車を借りて観光する時間もなくて沖縄、うんうん、ライブして次の日の朝移動でしたね。そうそう、船に乗って、うん、でしたね、うん、まあさ、あの私たちもタフっちゃタフですけど、それに付き合ってたうちの娘もタフでしたね、うん、素晴らしいですよ、ね、本当に一番元気だったんじゃないですか。そうだね、うん、まだ小学生だったし、まあ、子供は元気だけど、それでもさ、やっぱりさ、うん、移動がハードっていうのは結構きますからね、うんうん、体力的にもなんか思考能力も低下してしまう、停止はしないですけど低下本当しますね、しますよ、うん、私たまに思考能力停止して夜車が運転できなくて、ちょっと
となんていうのぼーっとしてから運転してたりとかしてましたよ。危ないですよ、うん、やっぱハードな時期は夏とか秋ですね、うん、そう、その頃はやっぱ暑いじゃないですか、うん、どこでも ね、 ね、そうそう、だから全国暑い時期にバーって歌って汗びっしょりになって着替えてほっとして今日も終わったよかったと思って車運転しようとすると頭が回らない。危ないですよ。危ないよね、うん、そうそう、なんかさっきからおじいちゃんとおばあちゃんみたいな話してますねもうちょっと若々しいでいきましょう、まあ、そうそう、あ、そう、夜の車の話をしたからですよ。出すようだって出すよ、そうです、昼海辺を走ってるイメージで考えるといいドライブができるんじゃないですか。そうですね、そう考えると、うん、あのね、昼運転しててこの曲やっぱり海辺ぴったりだなって思ったのはラブっていうライブでいつも、はい、あのタオルをフリフリしてる曲です ね、うん、ね、 ですね、この曲もなんとイッシーさんが作ってくださってますね。いいですね。 ですよ。では皆さん、タオルお持ちですよね。お家で聴いていても車で聴いててもどこで聴いててもタオルは持ってますよね、うん、持ってます。そのタオルを右手に持っていただき、陽子が I fall in love with you って言ったらちゃんとフリフリしてください、うんうん、いいですか。では行きますよ、皆さんと一緒にラブ。フリフリしてくれてますか皆さん。やっぱねこのライブっていいですよね。いいですね、うん、今月は来週6月25日にライブをしますが、なんとちょっとねスペシャルな感じなので、来週のバニラスカイでもっと詳細を お伝えしますのでね、ぜひ YouTube のようこ鹿児島を検索してください。そしてチャンネル登録お願いいたします。お願いします。そういえば昨日嵐の二宮くんの誕生日だったらしいんですよ。ほらうちの子が ね今そう、ね、テスト期間中で、そうそう、あのテスト期間中なんですけれども、うん、もうね、あのわー、兄さんの誕生日だと思って頑張る勉強って言ってました。あら、いいですね。いいですね、推しがいるって ね、 ね。石井さんいました？いません。あ、そんななかったですか、追っかけとか、うん、いや、そういうのはもう全くないです。じゃあ、あのギタリストかっこいいなとか、あ、そういうのあった。私もね、そういう思いをしたことは、まあ、実際ないんですよ。なんかポスターを貼ったりとか、まあ、確かにポスターとかはさ、うん、CD ショップ行ったらもらってたけど、うん、うちの子みたいにあのテレカじゃない、トレーディングカードみたいな、うん、そのカードとかうちは作ったりとか、うん、そういうキーホルダー持ったりってしたことないですね。だから逆に言うと、うん、私は自分のグッズを作るときとかに学ぶ、うんうん、参考になる。そう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 、参考になるなと思っております。うん、いいことですよ。まあ、今の子たちってすごいからですね。だってアイドルの、うん、そのキャラクターがいるじゃないですか、うん、陽子ではウサライオンみたいな、うん、そういうキャラクターをくじとかガチャガチャとかで集めるんですよ、うんうん、そしたら何が出るかわからないのにお金を費やすから、うん、だよね、何回もお金使っちゃうっていうね。びっくり。そしてみんなそれが当たり前だと思ってるでしょ。
もう私だったらさ、あのもう一発でその欲しいのだけ欲しいんだけど、でもね、うん、今の子たちはそのみんながこうガチャガチャで違うものを持ってるから交換とかするんですよ。そうだから、まあそれは友達を思いやってて、あ、いいなと思うんですけどね。そうそう、自分の推しじゃないのが出たから推しの子にあげるとか、でうちの子もそれでもらったりとか、なんかね、まあ、やってることはあの井戸端会をよくするおばちゃんたちの交流みたいなね。わかる、はい、これいらないから、はい、あ、ありがとうありがとうみたいな感じでね、いつもねされておりますよ。あ、いいですね。だからね、なんかね、年配の方っていう言い方は変ですけど、先輩方とか、うん、まあ、私も含めね、うん、大人ってこう若い子はとかちっちゃい子供たちを気づかぬうちに否定していることってあると思うんですよ、うん、自分たちとは違うからっていうね、うんうん、そうそう、もし私もしてないつもりでも、うん、あ、そっか、相手はこういう風に受け取ってしまうんだっていうことをね、子育ての中で学ぶんですよ、うん、だから言い方を考えようとか、うん、言い方変えてみようとかね、うん、毎日毎日あの研究しながら子育てしているんですけれども、なるほど、やっぱ言葉には魔法がありますからね。ありますね。悪口言わないとか、うんうん、あの人の嫌がることしないっていうのは、うん、回り回って自分に返ってくるからって考えると、ね、うん、もうそんなこと言えないですよ。こう使う言葉も気をつけるし、うん、魔法の言葉はあるし、うん、そして何よりもね、相手が傷つくこと、嫌なことをやってる自分を大事な人が見た時にどう思うんだっていうのもありますしね、うん、まあほら、もしさ、わざとじゃなくて、うん、あ、そうなってしまってたっていうことただありますよ、うん、人は生きてればね、はい、うん、受け取り方も自由ですし、うん、自分がやってしまったことも、うん、後々成長した自分が見てさ、うん、ひどいことしたなとか、うん、ね、やっぱあると思います。私もいっぱいあります、うん、そうですね、そうです、それに気づけることも素晴らしいですよ。そうそうそう、いくつになってもね、うん、そう考えると今のまあ10代20代の子たち、まあね、うん、一桁の子とか10代の子でってことですよね。子供たちはね、うん、夢や希望にあふれてるなと思います、うん、もうね、夢っていう言葉、うん、私は最近あの自分が夢っていうものをあのなくなった瞬間がありまして、夢っていうのが歌手だったんですね、うんうん、でその歌手に私なってるなって実感できたことがちょっと続いたんですよ、うん、そうした瞬間に自分の中で人生初めて夢がなくなって、そう、幸せな悩みが訪れたんですよ、うん、でそしたらそのライブが、大きなライブをした後に、うん、応援してくださる方々と東京ドームでコンサートするぞっていう新たな夢が、目標が生まれたんですけれども、うん、いい夢ですよ、うん、これは、うん、夢と目標って違うじゃないですか、うん、そうです ね、だってさ、夢っていうのは叶わなくてもいいっていうものがあるけど、うん、それに向かってね、そう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 、うん、でも目標っていうのは叶えないといけなかったりするでしょ。そうだね、そうそう、うん、まあ、そういうところがちょっとあって、まあ、ちょっと頑固親父みたいなこと言ってますね、うん、私ね、大丈夫ですよ大丈夫ですけど、うん、だけどあの目標は目標だと思って、夢ではないって、やっぱ東京ドームコンサートも目標だから夢ではないって思っちゃってるんですけど、うん、このコロナ禍の影響を受けたり、私がちょっとさ、思うように、うん、あの動けなくてもどかしい時に、そっか、東京ドームコンサートは夢でいいんだってちょっと思えてきたんですね。うん、で子供たちを見てると、うん、毎日が夢や希望にあふれていて、うん、羨ましいんですよ私は。あ、そうなんですね。そうなの。だってさ、うん、もうね、私が語らなくても皆さんも分かっていただけると思うんですけれども、うん、とにかく年齢を重ねて得るものもいっぱいだけど、忘れちゃいけないことっていうのは子供の頃の純粋な、うん、純粋な夢ね。そうそう、純粋な思いですね、うん、そうですね、大切ですよ、うん、大切です。いくつになっても大切だと思う、うん、ではね、皆さんもそういう純粋さを持って大事な人を大事にしてあげてください。皆さんハグハグでございます。一緒にね、皆さん大事な人をハグしながら、心をハグし合いながら生きていきましょう。では最後にお届けしたいと思います、キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。
バニラスカイ皆さんからのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。今夜も石井さんありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。よくは皆さんの笑顔を祈ってます。ということで、せーの、バイバイハッピー。